ちです。なるです。皆さんお待たせいたしました。質問コーナー始まるんだよ。超導入コンパクト、いいね。いいね。本当の名前教えてください。加藤いちかです。金城なるみです。どんな料理が作れますか？ちなみに私はホットケーキです。グラタン、武器のホエル焼き。5教科の中で一番好きな教科は何ですか？国語。え？英語。二人は絵心ありますか？めちゃくちゃある。イタリア滞在中に苦労したことは？美容院でおすすめの髪型をオーダーするとき。ぼったくり兵士。二人はどこで知り合ったのですか？ドラマのオーディションの控え室。好きなキャラクターは何ですか？カードキャプターさくら。つば九郎。あとジョンソン。二人で腕相撲をやってみて。よし、レディーファイト。あ、痛い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 。あーしんどいって時や疲れた時は何をすれば復活しますか？かっこ寝る以外で。かっこ私は激アツの銭湯と好きなお菓子、好きなアーティストのライブです。キンキンに冷えたカフェラテを飲むこと。歌う。マンマンベビー。いや、だらしないだらしない。お、なるものも回ってる。これでいい？女優を目指したきっかけは？テレビで女優さんを見て、あーこういう魅力的な人になりたいなと思って、今これよ。私は小さいから見たミュージカルがきっかけです。次に旅行に行くとしたらどの国に行きたいですか？私はスイス。ニューヨーク。相談です。告白して失敗してしまい、まだ思いが抑えられません。どうするべきですか？自分を磨いて見返すべし。無理に忘れようと思うから大変なんじゃないかな。それは自分の戦歴にしよう。デデンデンデデンデデンデンデデン。なんでイッチンのリボンは青で、ナルのリボンは赤なの？昔の忍者衣装のなごり。あ、これじゃないよ。これこれ。どっちが長い間あげげ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 げって息継ぎをしないで言えるかやって。うん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 。あげげ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 げ。一頭ってなんだ？世界に一つだけの花。なるみっていう名前の素敵な女優さんが由来です。なっちゃんとは仲いいの？めっちゃ仲いい。初めてのボンボンメンバーの中で同い年の子なんで、うん、最初ね、そう、私でも緊張したけど、喋ったらもうね、気さくでめちゃくちゃ仲良くなりました。今までで一番緊張したことは何ですか？ヒカキンさんやはじめしゃちょーさんやボンボンメンバーとやった1周年記念イベントの MC だな。あれはもう本当に緊張した。質問です。好きなアーティストは何ですか？アイコ、生き物係、井上園子、上野優香、彩香、ももクロ。生き物係、阿部真央、リトルグリーンモンスター、松田聖子。3。質問です。棚の上にあるぬいぐるみはどこで買ったんですか？これは全部エブリデイ餃子店の UFO キャッチャーで撮ってきたものです。あ、ジョンソンは私物だね。イッチーズなるはどっちが頭いいですか？あのね、あなた動画見ててわからないの？わかんないの？何カップでですか？スーパーカップ。ハッカップ。質問です。イッチーとなるは小学生の時どんな感じでしたか？私は髪とか結構短くてボーイッシュで消極的な女の子でした。なるはおしとやかでした。自分で言う。イッチーの前髪何センチあるの？12センチです。おお、伸びた。好きな人がいるんですが、なかなか言えません。どうしたらいいと思いますか？あのね、私言った方がいいと思う。こういうの言った方が向こう絶対気になっちゃうと思う。え、すごい、なるできない。え、どうすんの？じゃあ消しゴムとか投げる。投げんの？2人が出会ってどのぐらいだったのか教えてください。え、どのぐらい？8年目だよね。3月26日。え、怖い。なんで？記念日ずっと覚えてる重い女みたい。私はもうすぐ卒業です。そこで質問です。中学でたくさん友達を作る方法を教えてください。参考にしたいです。私はあの自己紹介タイムの時にその自己紹介に対して突っ込んだり合いの手みたいなの入れた。緊張してる時ってさ、やっぱり声かけてもらった子って覚えてくれると思わない？ね、でも実際みんな友達欲しいからさ。そうだよね。話しかけられて嫌な人っていないよね。いいこと言う。嘘。どうした今日？私はあの変なもの見に来てる。今の実行しろよ。全力で暴れてください。学生時代のあだ名は何ですか？
いちかいっちいっちゃんかといちなぶきんちゃん。ラブレターを好きな人の下駄箱に入れたのに返事をもらえません。もう1週間経ちました。ちなみに名前ちゃんと書いてます。どうしたらいいですか？なんか男子とかはさ、多分コサコサされるの嫌だと思うから、うん、先生どうぞ。もう1回入れよ、うん、1回で諦めちゃダメだよ金八先生挨拶逆にしてほしい。どうぞ。こんにちは、なるです。いっちーです。いっちーとなるって普段は一緒にランチ行ったり買い物行ったりしてるんですか？めっちゃ行くよね。行く行く。毎日一緒にいるんですけど、一緒にレストランとか行きすぎてお店の人に最近覚えられてるね。好きな人いるんですが告白するべきですかね？ LINE では仲良くて普段の学校生活じゃあんまり喋らないくらいの関係ですが、振られて友情壊したくないです。どうすれば？ということです。普段の生活から喋るべきだよね。喋るべき。好きならば行動あるのみですよ。伝わらないと始まんないよね。なるさんって天然アホみたいなキャラになってる、かっこ実際天然な行動発言をしているからと思うのですが、実は動画だからそのようなキャラを偽造しているわけではないのですか？つまりなるさんは本当に天然なのかという質問です。どうか回答をお願いします。そしていちなるのお二人を応援してます。よくわかったね。私は天才さ。お前の目は不思議か。 Would you date Amazon girl? Girl ラナです。インドネシアから来ました。インドネシアの国のこと知ってますか？インドネシアの男性についてどう思いますか？インドネシアナシゴレン。あと私バドミントンしたんだけど、バドミントンが強いイメージある。ジャワ島、バリ島、うんうん、男性の方は笑顔が素敵なイメージがあるな。優しそう。肘に顎つけてください。できる？ぬっくっく。はいはいはい。What do you think about your foreign YouTube viewers? Thank you! I know? 関西コレクション来る？お前の絵はカンコレか！行くよ行くよ。このコメントをもし目が止まったらもう一度この動画を見返してほしいんだけど。なるさ、リボンとワイシャツの襟変じゃない？それも途中から。いくよ。こんにちは、ひちです。なるです。冷蔵庫に電子レンジでいろいろできる。王子様。はい、たくさん答えてきましたが、うん、皆さんたくさんの質問ありがとうございました。またやるかもしれないので、その時はたくさんコメントしてください。それでは、また明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック。高評価、コメントも待ってるよ。そして、おすすめ動画も見てねー。